皆さんこんにちは、Bレジェンド栄養士の板垣です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。はい、堀ちゃんが来てくれました。なのでちょっと気合い入れてこんなにたくさん作っちゃいました。盛り方もすごい雑です。ごめんなさい。まあ前回の動画で、ミルキー味とあとはチョコとあとキャラメルコーヒーで作ったんですけども、あとはちょっと、ね、いっぱい飲んどコーラとかでも作ってみました。いっぱい飲んどコーラ、はい、どうなることか。私もまだ食べていません。すごい気になりますね。はい、どれから食べていきますか。いや、ちょっとコーラがやっぱり気になるかなって思いますね。これでもうね、美味しかったら大発見、うん、そうですね、大発見ですよね、はい、どら焼きとコーラが合うのかっていう。もうね、ぜひ実食してもらいたいと思うんですけど、はい、コーラ一番取ってますね。いいんですか、食べて。どうぞどうぞ。じゃあいただきます。あ、普通に食べようとした。あ、そうだ、ルールがあるんですね。すいません、パワハラかもしれませんが。忘れてました。普通に。はい、じゃあ手を合わせてください。はい、せーの、いただきます。ありがとうございます。じゃあコーラ食べます。はい。うん。ちょっと相変わらず一口が大きめですね。いや。これはどうでしょう。合う。え、合います。あ、合います。美味しい。あ、分かった。なんだろう、懐かしい甘さみたいな。なんか駄菓子っぽい感じですかね。うん、うん、何も言わずに2つ目に入りました。今チョコ味食べてもらってます。うん、なんか両手にドラ焼きで、ね、うん、チートデイなんです。うん、今日、はい、気合い入れてチートで来てくれました。美味しいんで ね、 だんだんハンバーガーに見えてくるんじゃないですかね。うんうん、あ、ちょっと味の紹介せずに、うん、はい、すごいことになっちゃいましたが、もう収集つかないので締めたいと思います。うん、はい、堀ちゃんの食べっぷりがいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。